皆さんこんにちは、イメゾーです。今回は呪術廻戦第24話のネタバレしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想、ネタバレ、考察、たまにゲーム配信などもしております。呪術廻戦については毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ということで、24話なんですけど、とか前回の伏黒くんめちゃくちゃかっこよくなかった？もう吹っ切れた伏黒くん、もうやめだっつってさ、あのもう領域展開する伏黒くんがマジでね、めちゃくちゃかっこよかったね。あと呪術散歩がマジで面白すぎる伏黒キューンって言ってね2人のさ、あの3人のノリもうマジで大好きなんだよね、本当に。本編だけじゃなくておまけにもね、こんな力入れてるアニメはね、本当なかなかないんじゃないかなと思います。で、次のね24話なんですけど、これ今回実質最終回ぐらいの盛り上がりだと思います、もう正直この話を、ワンクールの最後に持ってくると思ってたので、これをやっちゃったら最終回25話目何するんだろうなって、正直、困惑してます。はい、まあそんな感じなんですけど、早速ネタバレしていきましょう、前回ね、弟と兄貴、変態兄貴のね、特級兄弟が、特級呪霊兄弟、呪霊じゃない、兄貴の方は呪術師なんだけど、まあそいつらが、襲ってきてて、で血の羽を出現させんだよね、変態兄貴の方が。それで、それに触るとマジでやばいということで、それでこっから全力で逃げんのよ、伏黒じゃねえ虎杖が、虎杖と釘崎が、全力で逃げて、でも釘崎ちょっと足遅いから、虎杖がこうお姫様抱っこしてめちゃくちゃ速いスピードで、超スピードで逃げ切るんだけど、その逃げ切った先に弟が待ち伏せ してて、あの血の噴射食らうんで、虎杖がもろに食らっちゃう。あの弟のね血もね食らうとやばいっていうことで、食らうとなんか溶けてるような感じだったんだよ、石が溶けてるような描写があったんで、それをねもろに顔に食らっちゃうんだよ、で、それを見てた釘先も追いついてきた兄貴のね血の羽の攻撃を左手に浴びちゃうんだよ、で2人ともねなんかすげえ痛そう、てか実際クソ痛いらしいの、でそこで呪いが発動しちゃって、その血のかかったところから腐り始めるっていう呪いで、まあ、板取りは15分、釘先は10分でもうアウトで、朝にはもう骨しか残らないよっていう感じになりました。だから相手からしたら、この変態兄弟からしたら、まああと15分10分耐えれば勝利で、こういう釘崎たちはその、毒の痛み、腐食の痛みをからこう耐えながら、なんとかこいつら倒さなきゃいけないっていうね、めちゃくちゃやばい状況に陥ります。だがしかし釘崎との相性が最悪だったね。ここで釘崎のね、友成発動、同じ痛みが兄弟に襲いかかります。こう我慢比べが始まるんだ、ここから。で、このかなりの痛みなんだけど、死ぬわけじゃないから、まあ、耐えればね、兄弟の勝ちは、10分、15分耐えれば勝ちだから、まあ、ここ耐えようっていう感じで、その友成に耐えてるんだけど、虎杖悠仁がいるんだよね。普通なら、まともに動けなるほど、動けなくなるほどの痛みの中なんだけど、もう虎杖だけはもうピンピン動きますでその虎杖がこう動いてる姿を見て、釘崎も友成もう一本やっちゃうんだよね。自分の手に釘を打ってもう一本発動させます。でその痛みでグッてなってる時に、ところに虎杖が弟をタコ殴りにします。もうめちゃんこ殴ります。もうボッコボコにします。でさらに釘先追い打ちでもう一本で3本目の友成ね、めちゃくそ痛いと思うけどね。で弟をこうやばいと思って助けに行くんで、兄者の方が弟を助けに行こうとするんだけど、そこの兄貴の前に立つのが虎杖。そして、弟に追い打ちを、さらに追い打ちをかけようとして野原が、釘先が行くんだけど、それを見て、でもそれでも術式は解かないって言うんだ。術式を解けばね、耐えれば勝ちだから、でもそれでも術式を解かないって思ってたのに、弟が小声で兄者って、その声を聞いた瞬間ね、気づいたら術式を解いてたんだよ、ね、この兄弟もね、実はねちょっと悲しい過去があって、その昔呪霊をはらむ得意体質の女がいたんだよ。そいつがなんかカモっていうなんかちょっと悪い呪術師に捕まって、それでなんか悪いなんかいろいろ研究とかされたんだろうね、えぐいことされて、でそこで身ごもった9人の、受胎がいるんで、そのうちの1番から3番目が今回真人に
取られた光線から取られたやつで、その兄弟の 3人のうちの2人がね今回敵だったんだけど、だからねそのお互いなんかお互いの存在だけを頼りに150年間封印を保ってきて、こうね兄弟のこの仲はすごいいいんだよ。で小さいフラスコの中でね支え合って生きてきたんだよその3人はね。うん、だからその弟のちょっとあの兄者っていう声でもうね気づいたら術式を解いちゃってたっていうところがあるんですけど、でまあ、術式を解いてから血の羽をねまた展開させてイタドリとね、対峙することになるんですけども、2人がねイタドリと釘崎の集中力が凄まじいことになってて、2人ね決めちゃいます。国戦イタドリだけなら前回の戦いで使ってたんですけど、釘崎も国戦使っちゃうんで、ここがマジでかっこいい。ここアニメでね早く見たいね。2人が国戦をね同時に決めるんだよ。めちゃくちゃかっこいいんだよね。それでまあもちろんねその国戦食らっちゃった兄と弟はねもうぶっ飛びます。うん、で弟の方は国戦からのかんざしっていう技で追い打ちを食らって死亡します。うん、弟の特急はここで、いなくなります。そしてそれをね見て兄者の方は泣くんだよ。涙を流しちゃうんだよね。でその姿を見て虎杖はね一瞬動き止めちゃうの。やっぱ優しいからさ虎杖、やっぱその涙をその感情みたいな兄弟愛みたいなのを見ちゃってうって止まっちゃうんで、そこにたまたま軽トラックがねブーンって通っちゃうの。軽トラックが通ってそのトラックの運転手を人質にして兄者が人質にして追うなよ呪術師って言って遠ざかっていくんだよね。でもその国戦で吹っ飛んだ食らって吹っ飛んでしまった兄者の腕がね折ってたのそこに。それをねもう媒介にして次釘崎がそこにね友成をガチン発動させるので、今の釘崎ってゾーン状態に入ってるから、いわゆるアスリートのゾーン状態、一回国戦を決めた呪術師っていうのはゾーン状態、すごい集中力に入っちゃう。その集中力の状態の研ぎ澄まされた友成をも食らっちゃったからめちゃくちゃなダメージなんだよね。でそれでうってなってるところに虎杖のバケモンじみたあの運動神経で軽トラックに追いついてとどめ刺します。ごめんって最後にごめんって言ってね、少し悲しそうな2人顔の2人なんですけど、それでごめんって言ってとどめをね刺して、倒すんでね、これで2人が無事、特急の呪霊兄弟を倒すことができました。マジで、ね、2人強すぎるんでね、ここはね本当に めちゃくちゃかっこいい。で3人って言ったじゃないですか最初、3人の兄弟がいると、3人盗まれた兄弟がいると。でそのうちの最後の1人、今一番の兄貴なんだけど、そいつがね弟が殺されたこと気づくんだよ。兄弟だからなんか気づくんだろうね。でなんか気づいて、でそれで兄者たちは真人と一緒にいるんだけど、真人がねめちゃくちゃ喜ぶんだよね。それをやったのが虎杖たちって知った瞬間のね真人の笑顔ね、めっちゃニコニコ、うわすげえなこいつ、やあいつらやりがったなみたいなね、すげえ嬉しそうなんだよね。兄貴はめっちゃ怒り心頭なんだけどね、また2期で出てくるんじゃないかな、兄貴はね。で、釘崎がね、生きててほっとする反面で、また人を殺してしまったなっていう、ちょっと落ち込む虎杖だったんですけど、まあ釘崎とね、まあ、共犯ね私たちはっていうことでね、行ってなんとかねなだめたっていうか、また2人の絆が深まったんですけども、それで、伏黒の元へ向かって3人が合流します。で伏黒もね、まあ、ボロボロになりながらも、なんとか指を持ちながら気絶して、無事でした、なんとか無事でした。でまあその回収した腕をね、食うなよ虎杖っつって念を押して、虎杖が一番元気だからっつって虎杖に渡すんだよ。ではその渡そうとした瞬間に宿儺が勝手に手から口出して食べちゃうんだよね、指をバクンって。食べるなって言っただろうって言って、いや俺じゃないっつって宿儺が勝手に食っちゃうんだけど、まあ虎杖はねいつも通り平気です。大丈夫です。で新田さんがまたそこで合流してきて、まあ、怒られながら3人は無事、帰りました。で、その帰って2日後また、伏黒と、釘崎が
まあ、話してるんですけど、スクナの指をね、イタドリが食べたことによって今回の、共振っていうのが起きて今回の事件が起こったんですけども、まあ、そのことはね、お互いにイタドリには話さないようにしようって、言わない約束にしようって言って話してるんですけども、イタドリはそれをスクナからバラされちゃうんでね、スクナがあのまた口をね、出して、顔から出して、いやお前のせいだお前のせいだって言ってイタドリに言うんだけど、イタドリ逆にね、それを伏黒に言うなよって言って、もう2人がこうかばい合ってるのがまたいいよね。ここね、イタドリも強くなったよな。でそのイタドリ、伏黒、釘崎とマキさん、パンダが、メイさんと東堂によって、一級呪術師に推薦されますっていうところで、今回の話終わると思います。うん、ほんとね、最初に言った通りね、もう最終回並みにね盛り上がる、もう最終回にふさわしいぐらいの話だと思います。うん、この次ね、原作だとね過去編になっちゃうんだけど、それを過去編でさすがに1話でやるにはボリュームがありすぎるんで、ほんとどうすんだろうなって、もしかしたら24で終わるのかな、ちょっとわかんないけど、うん、まあそんな感じの、24話ネタバレでした。よかったら皆さんの感想などコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。